よし。前回ね、なんだ。ノーマルだと思って解説していたら、途中でイージーだということが判明した動画から、早5分ぐらい経つわけですけど、ちょっと、今度こそね、ノーマルをやります。今度こそノーマルです。よっしゃ。ノーマル、ノーマル。まずは SR で、処理しますよ、と。またね。またね、またね。攻撃力を強化せずに。あー、これね。はいはいはい。さっきのね、ノーマルと違ってやっぱ、イージーと違ってノーマルは気をつけないと本当に事故るから。一発じゃ死なないんですよね、セミスナー。で、ここからゾンビが湧きますよと。基本的にはほぼ一緒。敵の硬さと攻撃力が違うぐらいかな、多分。ほんと調子こくとすぐ死ぬから、そこだけは気をつけて。これ危ないところはもうガンガンね、この、なんかアイテム使っていこうかなって感じで、いいかなと。もうね、ほんとちゃんと端っこから殺していかないとマジで事故るからね。上のやつは、あ、ほら死んだ。即死したべ。これ野良の人で、さっきの上手い人は抜けちゃったから別の人とやってるんだけど。ほんとちょっと調子こいて前行くとほんと即死するから。あ、やべやべやべ。やっぱりおすすめはね、AI 系の武器ですね。ノーマルでも一緒なのかな？おお、飛んでる飛んでる飛んでる。ヨーデルヨーデルヨーデル。あ、あるある。あったわ。20個もあんのか、俺。あ、すごいすごい。全然リコイルできてない。あ、これだね。ノーマルだね。10コンボキルも。うわぁ、危ね。危ない危ない危ない。事故る事故る。で、体力強化か攻撃力強化だけ、して進むクエストも、ノーマルだけっぽいので、やっていきますと。この上に RPG が2人枠からなるべく引き目で SR で処理して、あとはあの窓枠の右にこうチラ見で出てくるのに2発当てて、あ、みんなここから行くんだね。こっちの方がやっぱ安全なのかな。ここもね、10コンボゾーンなんで、なるべく弾数を使わないで、ほっ、10コンボと。あ、開けてる？開けてねー。正面倒して、奥倒して、降ってくるやつ倒して、ハンダガンはね、これ使うと、あ、死んでねえし、わりかしスムーズに倒せますと。で、ファイアウォール解除システム起動して、あれ、ちょ、待って待って待って、よいしょ、こっち側かな。降ってくるザコゾンビをなるべく少ない弾で処理。あ、死んでる。しつつ、今度こっち側に移動して、正面に置く2人を即殺しした後に、こいつらだ。え、あの人復活持ってねえ。マジかよ。これで開くから外出て、なるべく頭を狙って、事故る事故る事故る。これどこまで引けるんだ。こんなに引いたことねえ。なるべく銃持ってるやつを倒して、その次にあの爆弾系の男子たちを
処理するんだけど、いや来すぎ、進んで来すぎ、この辺かな、いや進んでくれ、進んでくるのはまずいんすよ、この辺の角に引っかかってくんないと。この辺かな、あー進んでくるけど倒した、弾補充しますと。いやーちょっとこれ心もとないな、次あたりで積みそうな気がする、積んだらまた取り直しだ、体力強化して攻撃力アップはせずに進行します。で、またこれも、ノーマルと一緒で、ほいほいほいって済んだら、ほいって一回帰って、基本的に同打ち2発で死ぬから、同打ち2発して、で近づいてきたやつはこっちで倒すと。で、もう一回、ほいって言ったら、ほいって。当たんね、当たんね。頭狙うと当たんねえんだよな。で、この下に落ちるとね、電気ビリビリしちゃうんで。スイッチ大丈夫かな、この人できるかな、スイッチ押せるかな、これね、多分ね、開幕で速攻した方がいいんだよね。ここのザコシカとして。でもこうなるんだよ。大体ノラだと。こうなると、ぐだるんですよ。ほら、死んだ。死ぬんだわ、これ。これ死ぬんだわ。ちゃんとね、始まる前に一応やったことあるって聞いたんだけどね。ありますよーって言ってたんだけど。頼む、守ってくれ。守ってくれ。死にそうやんけ。なるべく俺が処理するしかないけど、この人復活持ってないからな。死ぬなよ、死ぬなよ。大丈夫か?で、スイッチ解除して、やべえ、これつれえ。この動画つれえ。いけるかな、あんまりいい予感が全然しないんだよね。くるくる。もういいや、左から取ろう。左取って、真ん中取って、そのまま真ん中も取って、おい。早めに開くと多分結構拾えるんだな、これ。よいしょ。ああ、いいね、これ。あ、すごいね。いっぱい取れたね。だね、絶対次のね、女、大量にさっきさ、降ってきて、ロケランで潰したところあるんだけど、多分そこで詰むんだよな。まあ、そしたら戦闘復帰使いますわ、ちょっと。あんまり早い段階で死ぬと、あんま使いたくねえけど。まあ、ここもさっきと一緒で、裏殺しつつ、なるべくこのゾンビを早く処理して、やっべ、早く処理つうか、俺が処理される。あれに間に合わせたい。あー無理だー。ほっ。死んだー。死んだー。死ぬの早えー。これは時間かかりますぞ。ほぼソロじゃん、これ。別にいいけどさ。ほぼソロですよ、これ。勝て、やっぱり。さっきのはイージーだったから。ここで、あと撃つとね、この、壁になってちょうど見えなくなる。見えなくてか当たんなくなるんだけど、見えなくなるんですよ。だからこの赤点を頼りに、当て続ける。よし、うまい。いやー、つれえな、ここ絶対。あ、ここは大丈夫か。あ、そうだ、このドラム缶がきついんだ。股間打ち、股間打ち。いて、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 いて。
はめるんじゃねえ。やっぱ頭打った方がいいな、これ。危ない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 。頭打った方がダメージが全然違え。よいしょ、一段落と。こっちからだな。この左にだけ見える位置から左を殺して、今度右見える位置から右だけ殺し殺し殺し殺せない。やっぱ AI 系は頭狙った方が絶対ダメージが段違いなんですよ。どういった？おー、ラグってるラグってる。頭だけを狙ったら割とすぐ死にますよと。案外いけそうだな。ピリピリコース、久々の手をピリピリコース。いててててててて、て左右からロケットランチャーも撃たれてるから、うめえ。案外この辺はね、仕方できるダメージなんですよね。あのちっちゃいちっちゃいなんか爆弾は、あいつらがね放置しとくと邪魔だから。当たんね、当たった。よっしゃ、当たんね、当たんね、当たんね。やべ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 。いい加減にしろってんだ。一段落と。次きついね。ヘリコプター仕方として先にボスかな。最初の3、4発撃って、鹿としてボス撃って、いてて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 、多分こうやって移動しながら撃てばね、あのミサイルもそんな食らわないはず。食らう、いていて、引っかかってる引っかかってる。あとはもう手当たり次第に撃ちまくれば。ほほほほ、すげえポイント稼げる、すげえポイント稼げる。もう20万だ。で、次は、スタートが、スタートに気をつける。ちょっと武器変えるか。ゼブラにしよう。どいてくれ。これでもうレベル余っちゃいましたな。あ、どうだった。左から順番に倒して、この、右の RPG だけ、気をつけて倒したら、あ、なんか引っかかってる。え、埋まってんだけど地面に。え、ちょ待って、地面に埋まってるんだけど。あ、出てきた。地面に埋まってすごい移動速度遅かったんだけど。あんなことあんの？おーい、おーい、おーい。ヘイヘイボーイ、ヘイボーイ、ヘイボーイ。後ろの状況に気づくんだ、ボーイ。
あの裏に行ったやつが気になるな。前行く前に手前処理した方がいいかな、これ。調子こくて死ぬんだ。ラグってる、ラグってる、ラグってる。おら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 。なんか今ね、ここのチャットログにも出てるんですけど、今、オラ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 ってやってたらね、いきなり落とされました。なえたー。マジなえたー。あの地点からの動画また撮り直しますわ。あーなえた。ほんとなえた。あーなえた。